和歌山市の広報番組、我が町和歌山。はじめは和歌山市 PR 動画制作の取り組みについて、その他忍者の日キャンペーンイベントなど和歌山市のさまざまな情報をお送りします。我が町和歌山、中見由紀です。3月、別れの季節ですね。実は先日、娘の小学校の卒業式に行ってきたんですけれども、6年間でできたお友達との別れに悲しんでいる姿を見ていると、私までなんだか切なくなってきてました。テレビをご覧の皆様も、ちょっと環境が変わってね、そんな気持ちを味わっていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、別れがあるということは新しい出会いがあります。ね、前向きに明るくいきたいもんですね。さて、今日のリポーターをご紹介しましょう。岩井真美ちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。出会いと別れと言いますと、私は1週間に1冊最近は本を読むようにしてるんですけれども、いいですね。はい、本も終わってしまうとちょっと寂しくなる気持ちもあるんですが、本屋さんに行って新しいまた素敵な本と出会うというのも楽しみの一つなんですよね。これから春に向けて本とそして人との出会い楽しみに頑張っていきたいと思います。頑張っていきましょう。それでは今月もよろしくお願いします。では初めに和歌山市 PR 動画制作の取り組みについてお伝えします。和歌山市と和歌山大学が連携協力し、定住促進をテーマとした和歌山市の魅力を全国へ PR する動画を制作したんですよね。和歌山市のいいところをもっとね、皆さんにたくさん知っていただいて、そして和歌山市に住んでもらいたいと思いますからね。この取り組みいいですよね。はい、今回は通山さんがリポートしてくれました。それでは VTR ご覧ください。通山しおりです。和歌山市と和歌山大学が連携協力し、和歌山市の PR 動画を制作しているということで、和歌山大学にやってきました。こちらの部屋ですかね、行ってみます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こちらは和歌山大学内の共同教育センタークリエ。学生が中心となって和歌山市の PR 動画の制作に日々取り組んでいるんです。制作スタッフにお話を聞きたいと思います。監督の吉永さんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。今回の動画はどんなテーマで作ろうと思ったんですか？一番最初に和歌山市役所の方からお話をいただいた時に、定住促進をテーマに作ってくださいということ で、私たち大学生なんであんまりイメージが最初わからなかったんですけど、何回かメンバーたちと話することによって、帰ってくる定住お家なんで、そこら辺から、お帰りなさいっていうのがあったかくていいテーマかなということでまとまりました。制作中大変だったことはありますか？もうたくさんあるんですけど、まずなかなか天気に恵まれなかったっていうのがあって、どうしても風景とかメインで綺麗なところをお届けしたかったんですけど、その最初の時以外は結構曇りが多くて、ちょっと欲しいレベルで撮れないなっていうのがちょっと苦しんだところだったりしたんですけど、あと編集の時とかは、時期、その追い込みをかけなきゃいけない時期とテストの時期が重なってしまって、ちょっとこれは単位に響くんじゃないかっていうレベルまで行ってしまって、なんとか頑張ったんですけど、いろんなメンバーとかの支えもあって手伝ってもらったりとかもして、いい思い出ですね。これから和歌山市にその定住を考えている方とかにも見てほしいんですけど、もうそのビデオの中自体でもう風景すごい綺麗なところとかいっぱい撮って、ここもここもっていっぱいその詰め込んだんで、ぜひその定住とかを考える段階じゃなくてもいいんで、一回綺麗な景色をそれだけ見て興味持ってもらえたらなって思うんで、もうなんか誰とかじゃなくて、日本だけじゃなくて世界の方でも日本の風景ってやっぱり外国人の方とかもお好きな方多いんで、もう誰にでも見てもらえる動画になってると思います。そしてテーマ曲を制作したのは、和歌山市を拠点に活動しているシンガーソングライターの宝子さんです。宝子さん、今日よろしくお願いします。お願いします。この曲はどういう思いを込めて作ったんですか？はい、まず映像を先に私大体出来上がってくる前の映像を見せてもらって、
て、で学生たちのすごいフレッシュな、まあ、カップルの映像と、それからこの和歌山市がやっぱり若い人、それから私たちのような子育て世代であったり、まあ、いろんな方たちがもっともっと和歌山市に来て定住してほしいという、そういう思いがあるというのを聞いて、まあ、あったかい曲を書きたいなっていう、そのふるさとに帰ってきて本当にホッとできる、そういうなんか思いが伝わる曲が書けたらいいなと思って今回制作しました。和歌山大学観光学部の木川先生です。学生の皆さんが制作をしているのを見守っていていかがですか？やっぱ初めの頃、撮影の初めの頃はちょっと不安な部分もいくつかあったんですけども、まあ、そのシーン重ねていくごとに、まあ、だんだんとあの慣れていくというか、まあ、ちゃんとこういうことを撮ろうとしてるんだなってことが見えてきて、まあ、だんだんと安心できるような現場になったと思います。やっぱりその現場にいてたんで、こういうふうに学生たちが頑張ってるやつがその絵に乗ってるというか、まあ、そこの部分のなんか頑張った手垢感っていうんですかね、そういうのがいっぱい残ってて、まあ、見ててちょっと感動する部分があるんですけども、まあ、これが見てる人たちにもその絵が伝わるといいなというふうに思います。和歌山市広報校長課の木下さんです。今回の取り組みはどういったものなんですか？はい、この取り組みは和歌山市が保有するさまざまな魅力を発見して、効果的なシティプロモーションの推進を図ることを目的として、和歌山市と和歌山大学が連携協力して和歌山市の魅力を全国へ PR する動画を制作するというものです。撮影に同行してみていかがでしたか？はい、すべての撮影に同行させていただきましたけれども、学生たちが和歌山市のために真剣に考えて一生懸命に制作している姿を目の当たりにしてすごく感動しました。また的確なアドバイスをしてくださったおきゅうど先生、木川先生、素敵な音楽を制作してくれた高原子さん、心から感謝したいと思います。では番組をご覧の皆さんにメッセージをお願いします。はい、学生たちの若いアイデアとパワーで作り上げた素晴らしい動画になっています。たくさんの方々にこの PR 動画を見ていただき、一人でも多くの方に和歌山市に住みたいと感じていただけたらと思います。それでは PR 動画のダイジェスト版を我が町和歌山をご覧の皆さんに特別にご覧いただきます。 VTR スタート。一緒に住まない？お待たせ。帰ろ。いやー、映画のワンシーンのような素敵な風景でしたね。和歌山市には本当にね、こんな素晴らしい風景がたくさんあるんだなと改めて実感しましたけれども、それにしてもお帰りなさいというキーワード、うん、これってね、例えば自分のふるさとじゃなくってもこうお帰りなさいって言われると帰ってきたような、なんかこう迎え入れてくれてる、お帰りって迎えてくれてる、あったかい気持ちになりますよね。この言葉すごくいいキーワード選ばれたなと思います。うん、その温かさというのがこの作品から今でももう伝わってきますから、ずっと心が入っていきますよね。さてこちらのですね、和歌山市 PR 動画なんですけれども、ポスターが完成したんです。こちらです。素敵な夕焼け。はい、こちら片南海水浴場の景色なんですけれども、この他にも素敵な場所がたくさん映っているんじゃないかなと思います。うん、
さてこちらの和歌山市 PR 動画の完成版は YouTube 和歌山市公式チャンネルで配信されていますので、ぜひ皆さんご覧ください。また詳しくは和歌山市広報広聴課電話073-435-1009までお問い合わせください。はい、以上和歌山市 PR 動画制作についてお伝えしました。我が町和歌山、まだまだ続きます。続きまして、忍者の日キャンペーンイベント、和歌山城2人が忍び大集合についてお伝えします。中さん、はい、突然なんですが、うん、今ちょっとヒントもあったんですけれども、うんうん、2月22日って何の日かご存知ですか？いやいや、今私忍者の日キャンペーンイベントって紹介したとこなんでもちろん忍者の日ってことですよね。正解です。なぜ その忍者の日と言いますと、はい、2月22日2が3つで、うん、ニンニンニンで忍者の日なんです。そうか、ニンニンニンね。そうなんです。そこでこの忍者の日にちなみまして、はい、和歌山城では忍者にまつわるイベントが行われたんです。そうなんですね、はい、今年は吉宗将軍就任300年というこの節目の年でもありますし、うん、和歌山城にぎわってますからね。はい、そうなんです、うん、今回はクイズ、そして忍者との対決、さらにはその吉宗くんもいたりと、市民の皆さんがたくさん参加した楽しいイベントになります。それでは VTR ご覧ください。私は今和歌山城に来ています。こちらで忍者のイベントが開催されるということなんですが、詳しい内容を和歌山城整備企画課の竹内さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。竹内さん、どんなイベントなんですか？はい、2月22日に制定されている忍者の日のキャンペーンイベントとして、和歌山城2人が忍び大集合、55万5000石を集めようというイベントを開催しております。和歌山城を大きなスゴロクに見立てたクイズラリーで、城内各地に用意された和歌山や忍者に関するクイズに答えながら、和歌山城内を巡る歴史を感じられるイベントになっております。参加者の方は全員忍者衣装を着用しており、今日の和歌山城は忍者でいっぱいです。さらに吉宗将軍就任300年ということで、吉宗くんがイベントに登場したり、吉宗公に関するクイズも出題し、吉宗公のことを学び知ってもらいます。忍者たちもお庭番として吉宗の将軍就任300年を応援します。そうなんですね。はい、今回は特別に岩井さんも参加してみませんか？はい、ぜひお願いします。それではこちらに着替えてください。はい、いかがですか？私も忍者に着替えました。改めてイベントのルールをご説明しましょう。巨大なスゴロクと化した和歌山城でのクイズラリー、城内8カ所ある場所でクイズに正解すると1つ10万石の石高シールをもらえます。人力車に乗ったお姫様に出会えるとボーナス石高をゲット、合計で55万5000石を集めます。またクイズラリーと並行してもう1つゲームがあります。キツネ面をつけた忍者とじゃんけんで対決し、4回勝ってシールをもらいます。じゃんけんで負けてもおもてなし忍者と出会って2色の手裏剣をもらうと負けが帳消しになるんです。この日のイベントは子供連れの家族を含めおよそ120人の参加者が集まりました。せーの、スタート。いよいよ始まりました。本当に多くの市民の皆さんが参加していましたよ。まず初めに遭遇したのは、なんか隅に怪しい忍者がいます。これはもしかして、あー来た。怖
勝でございます。刀じゃなくてじゃんけんで勝負しましょう。最初はグーじゃんけんぽい。やったー、当たったー。やったー。キツネ面忍者にまずは一勝。取られずにちゃんとシールゲットしました。そしてクイズに参加するため一つ目の岡口門にやってきました。まずは一つ目のクイズ挑戦しますよ。お願いします。お願いします。じゃあいきます、はい、和歌山城では最初あそこにある岡口門の方が正門でした。それが、向こうにある一の橋に正門が移ったんですけれども、その、移った時代っていうのはどの時代でしょうかと、はい、いうのが問題です、うん、で3択になってます、はい、1番豊臣の時代、2番浅野の時代、3番徳川の時代。さてどれでしょうか。それ知ってるんですよ。当てに行きます。あ、じゃあお願いします。正解は、はい、2番の浅野の時代。正解です。おめでとうございます。どうだどうだ。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ貼らせてもらいます。はい、ゲットです。はい、10万石。おめでとうございます。続いてクイズの場所をサイコロを振って決めます。次は動物園です。お願いします、はい、ではここでクイズでござるよ、はい、吉宗公が将軍の時に輸入した動物は何でしょう、うん、さあ分かるでござるか、1番ゾウ、うん、2番トラ、3番シマウマ。さあどれでござるか。これは簡単でござるよ。だってフッコゾウがあるのが有名ですもん、和歌山城。これ2番のトラです、うんうん、2番のトラ。ブー、嘘。残念、違う。はい、え、もう一回チャレンジできるでござるよ。あ、こうやって大丈夫なんですか。はい、大丈夫です。1番のゾウ。ゾウでいいでござるか。ゾウで、ゾウで、はい、正解。おめでとうございます。ありがとうございます。え、ゾウなんですね。はい、ゾウです。あ、でも間違えたけど、これ勉強できるからいいですね。そうですよ、はい、覚えといてください。コクダカシール2つ目をゲット。次の場所は刻印看板です。移動中、またキツネ面忍者に遭遇。最初はグーじゃんけんぽい。ついに負けた。分かったので、あー、コクダカ取られる。そして刻印看板でのクイズです。じゃあ次のクイズお願いします。はい、石垣の角、これね、この積みの方ね、はいはい、はい、石垣の角の積み方は何というでしょう、はい、はい、次の1から3で答えてください。はい、1、三義積み、2、めちゃくちゃ積み、3、箱積み。はい、答えは1か3やな。めちゃくちゃ、いや、それは違うな。じゃあここは、うん、多分1番の三義積み。はい、正解です。来ました、ありがとうございます。コクダカをもらいに行きます。はい、ありがとうございました。はい、ました。その三義積みってどういう積み方なんですか。三義積みというのはね、長方形の石を互い違いに積んでいくんですね。だから下から見たら短い、長い、短い、長い、はい、な、長短になるように積んでいくのを三義積みって言うんです。こうすると崩れにくいんですか。一番崩れにくいということで、現在もこの積み方を採用されている。
次のクイズの場所は鶴の谷。この後、おもてなし忍者から2つ手裏剣をゲットしたので、キツネ面忍者の負けは帳消しになり、無敵になりましたよ。姫様。姫様ですよね。こんにちは。うわー、綺麗。ちょっと、すごい嬉しい。お願いします。こんにちは。華やかですね。ありがとうございます。お姫様から5万5000額ありがたくいただきました。次はどんなクイズでしょうか。ではここはどんな問題でしょう。はい、問題を出します。じゃじゃん。和歌山城は昔国宝に指定されたことがあります。丸か×か。丸。正解は丸です。よし、これで45万5000石をゲット。そして次のクイズの場所は天守閣前です。おー、うわー、すごい。よくぞ参った。勝負、いくぞ。挟まれた。よし、行くぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。あー、でも大丈夫なんだ。私は無敵だ。なんと。よし、勝負だ。敵だから大丈夫だ。よし、最初はグー、じゃんけんぽい。やったこのじゃんけんに勝って、キツネ面忍者対決は大勝利です。殿、よろしくお願いします。わかりました。それではですね、和歌山城に吉宗公という一番偉いお殿様がありました。後々八代将軍にまで上り詰めたお殿様です、はい、さあ、そのお殿様の少年時代は次のうちどれでしょうか。1番頼方、2番元禄、3番若丸。さあ、この3つのうちどれでしょう。どれもありそうですね。そうですね。1番の頼方、はい、頼方、頼方ではありません。違う。違います。さあ、どれでしょう。いや、こう来たら2番の元禄かな。はい、当たりです。当たりですか。元禄です、はい、元禄少年と呼ばれていました。この元禄少年の時代から和歌山城でも非常に悪さがひどかったと言われています、後々暴れん坊将軍にまでなりました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れさんでした。勉強になりました、はい。これで石高シール全部ゲットしました。イベントは無事に終了です。参加者には吉宗くんと一緒に写っている缶バッジがプレゼントされました。今日参加してみてどうでしたか。楽しかった。母さん、参加されていかがでしたか。普段こんな格好できないんで、すごい楽しかったです。今日どうでしたか。楽しかったです。本当よかった。お兄ちゃんどうやった。クイズとかいっぱいあって、なんか新しく知れたこともあって、とても楽しかった、何一番びっくりしたことってある。なんか石垣の積み方になんか名前があったりとか、それがちょっと一番びっくりしました。しっかり勉強したね。お母さん、参加されていかがでしたか。サイコロとかが回してこう次行くところとかっていうのがすごくアイデアがあって、すごく楽しかったです。イベントが無事に終了しましたが、いかがでしたか。はい、大変ご好評いただきまして、参加者の方はもちろん観光客の方にも、たくさんの忍者が歩き回る和歌山城を楽しんでいただけたかと思います。和歌山市は
日本忍者協議会に加盟していることもあり、今回ご協力いただいた小忍教読む会様、和歌山青年会議所様のように市内には忍者をテーマに活動している団体が複数あります。今後も忍者を活用して和歌山市を盛り上げ、おもてなし忍者もより一層和歌山城でのおもてなしや魅力向上、情報の発信に取り組みます。さらに今年はお庭番として吉宗将軍就任300年を応援していきたいと思います。せーの、忍者に。いやー、皆さん楽しそうですね。まあ、忍者に会えるのはもちろんのこと、自分自身がこの忍者に変身できる、これ嬉しいじゃないですか。そうなんです、ね、でその上に歴史の勉強にもなるし、いやー、まみちゃんも楽しそうでしたね。そうなんですよ、やっぱりあの衣装を着るとより気分が上がってですね、テンション上がってた、上がってた。はい、大人ですが存分に楽しませてもらいました。本当に勉強になったので、今まで見る和歌山城と私はなんかちょっと違って見えるというか。そうですね、はい、いろんなところに注目できました。さて、この忍者の日のイベントは終了したんですけれども、和歌山城にはおもてなし忍者がいますからね。はい、ぜひ皆さん行ってみてください。詳しくは和歌山城整備企画課、電話 073-435-1044、 または和歌山市ホームページをご覧ください。以上、忍者の日キャンペーンイベント、2人が忍び大集合でした。さて、続いてプレゼントコーナーです。毎月番組をご覧の皆様にキーワードをお答えいただき、抽選でプレゼントをお送りしています。2月の当選者はご覧の方々です。おめでとうございます。おめでとうございます。そして今月は魚国商店の紀州七色唐辛子を2人の方にプレゼントします。今月のキーワードはお帰りなさいです。ご希望の方はハガキ、またはテレビ和歌山、我が町和歌山のホームページからご応募ください。宛先はご覧の通りです。いやー、和歌山城、あの忍者に会えるというのも嬉しいんですけれども、これからのシーズン、ちょうどね、桜が綺麗になりますから、行楽に出かけるのもいいかもしれませんね。あの白い壁にピンクの花がパッと咲くのが素敵ですよね。はい、皆さんぜひお出かけください。さて、次回放送についてなんですが、4月24日日曜日午前10時からと午後5時30分からの2回になります。番組内容は平成28年度和歌山市当初予算の概要について、尾花市長が分かりやすくお伝えします。さて、和歌山市の広報番組として長年皆様に親しんでいただきました我が町和歌山なんですが、来年度からまた新たな形で、さらにパワーアップした内容で和歌山市の魅力をお伝えする番組へとリニューアルいたします。日本だけではなくって世界に情報発信できる番組にしていく予定ですので、今後とも引き続き皆様、和歌山市の広報番組をどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは今回はこの辺でお別れいたしましょう。さようなら。さようなら。